はい、こんにちは。YouTube のお時間です。毎度、京口翔です。今日はね、もういじんのいいや。もう。ちょっと前にメキシコで、はい、ピクシで防衛して、はい、ってきました。統一チャンピオンになった京口翔がね、はい、今日はうちに遊びに来るっていう、祝勝会うちでやろうよっていう話で、で、練習終わったら行きますねって言って、ちょっと遅かったんで時間が。じゃあ一緒に光で練習するって言ったら、いやぜひやりましょうって言うんで、これからガチスパリング行きたいです。いや、やれ。まず好評だったんで、ね。ああ、はい、よかったです。なんで、ありがとうございます。うちのチャンネルでガチスパリングやって。いやです。はい、ちょっと練習させてもらおうかな。はい。じゃあ、まあその風景をね、ちょっと後ろから撮っていく感じで、はい。はい、お願いします。で、2本目で、ちょっとうちのチャンネルはさ、ヒロトにのことに関して出してないでしょ、試合の。うん。で、これはヒロトに。いや、A サインでってことですか。うん。YouTube。ああ、YouTube。うん、はい。で、ヒロトの防衛戦の話をしてもらおうかなと。2本立てでいきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ミット持つんですか、練習で。あ、持つ人多いっすね、うん、持てる人多いっすね、うん、でも基本なことしかやってないんで。でもなんか、要は大学とか高校の練習で持ち合いとかやりますよ、部員同士。いいっすね。やっぱうまいもん。いや、パンチ早いよ。切れない。よーどうぞ。ジャック、全然肘痛くない。あ、本当ですか。軌道によって違うから、ね、ちゃんとピンポイントで打ってくるから、他なんかあんま上手くない、持つ痛いなってしますね。こっちフックとか、ここピンポイントで打ってくるから全然痛くない。へぇ、パンチがないか、どっちかか、どっちか。確かに。さあ、はい、
え、動かしてたんですか、体で。軽く動いてましたね。バーッ、痛い、思った倍疲れた。まあ、ボーイおめでとうございます。ありがとうございます。あの、俺もね、ヒロトに負けないように頑張りますんで、応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、次はちょっとシャワー浴びて、はい、ヒロトのちょっとメキシコで今、いろいろ聞きたいこといっぱいあったから、いろいろ話して、うん。じゃあ、続編をね、お楽しみください。ありがとうございました。